はい、どうも皆さん、ズマです。それでは今回もやっていきましょう。まあまあまあ、まずはね、ここの、この偉いことになってるのを、動くのを待つばかりという感じですけど。配属は、ここはまあ軍団でやってくれるでしょ。じゃあまあ、やりますか。行きましょう。この天神山。これこの辺の、あ、まあいっか。同時に攻めちゃってもいいんですよね。この辺、あの、一気に岡山城も攻めてもよかったんですよね。これいけないのか。無理くり。津山城は風前の灯火と。無事にするな。生きるのだ。敵を追い詰めます。オッケーですね。おさふね城が、お、津山城、下った。我が道を開けよ。ということは、出陣する。毛利元成がだいぶ上がってきてますよと。おさふね城が落ちた。ちょっと操作させて。岡山城攻めます。お、横飛び中の神が。そうか。泣くたんてしまいましたが。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。まあこう攻めましょう。かしこまりました。まあ8だけど。米あるから大丈夫ね。ははで、まあここやったらいよいよ備中高松城に攻撃が開始することになりますね。ちょっと邪魔だな、この陣が。どうしようかな。総合城が大変なわけ。これはこう、あ、でもそうか、なんだかんだ一方通行なんだ。承知いたしました。でも攻撃しちゃいましょうって。天霧城か。お任せください。ちょ、これが愚直に攻めなくちゃいけないっていうのがきついですよね。秋城が落ちてますね、気づいたら。承知いたしました。じゃあもうこの高層城ですか、落としましょう。お任せください。これかな。承知いたした。で、津山城がなかなか、こっからどうするかですよね。備中高松を狙っちゃうか。ここを狙うとすると備中松山が出てくるんですよ、きっと。ってなると、この辺もごそっと動き出すから、上から、みたいなこともやりたいですけどね。難しい。何しろ難しいです。お、考えすぎろ。ここは、まあ、農学堂ですね。攻防にしましょう。で、果樹園。このもんすかね。テーマ内製して、お、よく商品を。いろいろありますね。ありがとうございました。で、まあ、軍団で編成して、長門さんの軍団に、まあ、この辺を編入しましょう。で、岩木さんの軍団に、こう、編入しますと。いいですね。で、続けますか、いよいよ。まあ、この辺から出せるのか、そうか。吉本が、そう、佐久間さんが入ってきたから。出せますね。とりあえず、岡山城。まもなく兵隊が溜まって、出せそうですね、この辺も。も出せるじゃないですか。お、助けますが。言うて、ここに喧嘩売り行っても面白いんですけどね、きっとね。喧嘩売り行ってもいいんですけど、陣が鬱陶しいっていうのがね、城よりも守備効果高いんでしたっけ、陣って。
なんかそんな感じがしたい気がするけど、以前なんか陣を相手にしてえらい手こずった覚えがあるんですよね。加勢いたす。でもできる限り陣は叩きたくないですけど。承知いたしました。我が戦いいですね。この辺はだんだん我が軍団に敵はおらぬ。これそうか、上から攻めてもいいかもしれないですね。知略90とかね。お、杉田全流棒。いまいちですね。グラフィックはあの鉄砲持ってたっぽいんですけど。これがよ。さあ、どっかが落ちましたが、どこだか、いまいち分かってません。ここじゃないのか。天神山口か。そしたら、もう国下なんかいない。どうしようかな。岡山城はこのままどうにかなるんで、高田城を攻撃しますか。承知いたしました。来ない。承知いたしました。兵糧切れ。ちょっと待って、我らには勝てぬぞ。兵糧切れってここを通ったのに兵糧切れ。大丈夫だよね。この戦我らの勝ちだ。高田城を攻めます。承知いたしました。止まれ。佐藤ためのいまいちですね。里見、里見もこの辺の台になってくるといまいちになってきますね、はい、お、真田マステル。これ次男はあれか、あのどこで死んじゃったの。長篠か。そうですね。この次が正幸なんですよね。っていうことは、じゃあ正幸が生まれる元服がすぐってことですね。もうすぐ。正幸も強いですからね。先月の収支です。浪人がいます。堀尾さん。ちょっとがっかりしちゃうような感じでしたけど。考えすぎですね。まだ建設ができる。あ、ここはあれなんだ、こっち側なんだ。ちょっと位置に戻して。内政 C の地球儀が手に入らないですね。まあ編成しましょう。こうですね。長宗我部もうどうしようもなくなってますよね。これ手詰まりみたいな感じになって苦しい状態だと思うんですけど、まあしょうがないですね。これでもいよいよ大友との決戦が始まりますね。これでいよいよ、あ、この辺になんかよくわからない残ってるけどでもまあ兵数では圧倒してますけど、実際戦うのはこの辺ですからね。こっちから援軍が出てくるわけでもないし、まあまあなんとか頑張っていきましょう。で、ここも出せますね。お、久秀が出ますね。悪い顔してるな君は。こんなもんかしら。あ、で出せますね。柿崎影井はもう単体で強いっていうのはね、すごいですよね。こんな、ここも出せますね。総合和康が。和康はでも出せるけど出てもっていう感じなんで、出さない方がいいかもしれないな、今は。ドブさんはとりあえず津山城まで移動しましょう。じゃあ、これまでにしましょうかね、このターンは。じゃあ、続きましょう。高層城は何でもなりますね、きっと。お、天霧城が落ちたと。となると、この白地城が随分厳しくなってくると思うんですよね。この、下津城はここの岡山城のこの、わらわらしてるので、なんとかしてもらうことにしましょうか。こっちから先端を開けるようになるのは結構でかいですね、大友との先端を。
で、この神戸城ですかを狙ってもいいかなっていう気もするんですよね。ここ狙うと、わーってこっちに寄ってくるんで、これあれか。すごいけど、一つ一つがあんまり大きくないな。で、挑戦しますか。ナイトマスター隊で、兵糧切れ。落ちましたね。落ちましたね。さあ、ここは一回これを返そう。630。ここは鷺の森城。いや、違うな。ちょっと2部隊は鷺の森城を狙うべきですよね。で、まあ、無事にするな。いいですね。生きるのが敵将。捕獲した。で、高層城が落ちてます。お、二丁越しに行ったということは、有能な人が亡くなってしまいました今ね。表彰を始めましょう。先月の。わーっと落ちられるとこ、何がなんだか分からなかったですよね。さて、おっと引きましたね。やはり移動しましたね。となると、7000でそこを守りきるのは無理だろうということで、攻撃を開始します。お任せください。こっからも兵手出せる、確かね。総合数ですが。よし。で、こっからも出せますね。もう少ししたら出せそうですね。この辺も、影虎が。出陣できますね。で、いよいよ大友とぶつかり合っ、あれ、こうなんか今統率がえらい低かったぞ。神谷市場、ヨシテル入れますか。ヨシテルすごいね。ヨシテルが同時入り、同時入りじゃん、鬼丸か。思ってるのかな。史実通りだと確かそうですよね。鬼切り丸でしたっけ、思ってるんですよね。剣豪将軍が。じゃあ、ここは考えすぎにしますか。まだ剣術できる。ほんとだ。いっぱいできる。3歳1こんなもんですか。で、拡張もできますよと。どうしようかな。意外とここ全然発展してないですね。ここ商業が伸びそうなんで商業伸ばしましょう。言葉でいいか、時間かかっちゃうけど。で、整備も進められるだけ進めましょう。で、ここ。この辺があれですね、鬱陶しいことになってますね。内部でも整ってきたかな。ですね。おっと、ここは結構大事ではないかも、言ってしまうと。まあやれるだけやっときましょうよみたいな感覚ですね、ここはね。金がない。あ、ほんとだ。
まあ組み込みましょうよと。ですね。で、こっちも、岩木さんの軍団も、すごいですね。一気に城を3つも落としたんですよ、ここ、四国は。で、いいでしょう。で、ここを落とした連中が、いよいよ備中高松城で、大友と直接対決を開始すると。下津以上にも何部隊か派遣しましょう。承知しました。お任せくだされ。お任せください。で、この時を待っていたんですよ。こういう感じで攻め込みましょうか。承知いたしました。こうですね。承知。どうしようかな。こうなっちゃうか。じゃあとりあえず高田城を目指しましょう。かしこまりました。いいですね、これで。で、まあとりあえずこんなところですかね。金がないですよ、私は。なんか全然できる。先駆け。捨て身。いまいち何が、なんか上位みたいなのがあるんですよ、これ。これそっか、A だの B だので B だよか。こんなもんでいいでしょ。それでは続きましょう。さあ、奇襲攻撃ですよね、これね。お、引き返してきましたね、やっぱり。さあ、ここでそっちに引き返したのが運の尽きとばかりに、攻撃を仕掛けるわけですよ。ほら、もうバタバタ動いてますわ。出るとするか。で、ここで意表をついて備中松山城を攻撃開始しましょう。おっと、負けた。言うてまだまだ5詰めがきますからね。お願いします。かたじけない。さあ、官名城が包囲が始まりましたね。557しかいないのが。始めましょう。報告いたす。557しか兵隊がさ、左近が。非常します。まあ返しましょうか、それはさすがにね。で、詐欺の森城が、こう返しますね。高層城は、どうしようかな。承知攻撃しますか。岡戸城直接攻撃でいいか。承知いたしました。この辺ちょっと接見したい。陣を取り払いたい。承知いたしました。こうですね。で、こいつが元山城を攻撃しましょうか。多分もうそろそろ出せるのが出てくると思うんですけどね。もう出せますね。秀吉が出ますね。は、八つ橋を攻撃しましょう。あ、内政ですね。何もなくとも内政、内政です。建設スイッチ。ほら、ここですね。で、ここはこう、以上。以上かな。で、拡張もできます。お、拡張2箇所できるじゃない。お、国高。で、こっち。こっちは商業か弊社なんだ。じゃあ商業にしよう。あ、弊社にしよう。弊社にしてですね。いいですね。で、整備をしましょう。できるところなんだかで整備結構金かかりますよ。
あ、整いましたね、だいぶ。これ多分軍団がやってくれてるんでしょう。なんとなくそんな気がします、後ろの軍団が。で、配属？ここか。ここはまあ軍団があれなんで関係ないからいいか。じゃあまあ行きましょうか、続けましょう。助太刀いたす。いいですね。おっと、畠山さんがやられて、やられて米が尽きた。これもしかして力を合わせ戦い抜くのだ。おっす、えらいわってんな。この隙をついて美女高松を抜きたいですね。かっこいいっすね、信長がね。無事にするな、生きるのだ。いざ参ろう。敵将捕らえたり。って、お、いいですね。敵将捕獲したぞ。おっと、お味方討ち死に。止まれ、出陣するぞ。さて、詐欺の森城が起きたんで、敵将どうしようかな。ここを攻めてもいいな。我らに撃てる敵はありません。これはこれでいいでしょう。間違えた。遊びは終わりだ。ダメだめ、引き返した。アマゴを滅ぼしましたよと。助太刀します。で、こう滅んだんで、羽衣伊勢城っていうのが攻撃ですね。任せください。お任せください。かしこまりました。よしよしよし。無念、ただただ無念って、これ嫌ですね、これこの死に方。さあ、まあとりあえず毎度おなじみ内政してのことになるんですけれども、では時間が時間なんで今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回。